どうも、チューバーチャンネル TV、神庵です。今回も、ソーコム4 US ネイビーシールズ、ゲームプレイ、やっていきたいと思います。ストーリー、デイ4。失礼いたしました。デイ5。ミッション10。秘密情報。超えるとも、ターゲットはクローハンマーがどこからナーガ軍を指揮しているか分析できました。あなたが発見したデータによれば、国境近くの沿岸の古い要塞に基地があるようです。海賊との戦闘で使った要塞か。傍受した会話によると、その要塞に VIP がいてヘリで飛ぶ準備をしているようです。おそらく撤収するか、海峡への攻撃を中止するでしょう。隊長、空から行けば基地にうまく侵入できます。意表をつきましょう。よし、ではヘリに追跡装置を。我々がその基地を攻撃して VIP が逃げようとしても、行き先が分かるだろう。そいつがこの作戦の鍵となる人物だ。などいいですけど。よし、こちら側に落とすぞ。他は数キロ離れてレーダーを避け、降下後支援する。パラシュートをチェックしろ。300時に到着する。着地成功。了解だ、45。このミッションの鍵は密かに侵入することだ。無理なら作戦は中止だ。そろそろ出る。ここは撤去しろ。NATO に気をつけろよ。ほとんどは片付けたが、リーダーは侍気取りだ。隊長、ゴーマは生きてます。クローハンマーの指揮を取っているようです。ゴーマ、確かか。あいつのせいで仲間は全滅してしまった。受禁だ。45、聞け。この場で奴を撃つ。どうなる。手がかりを失う。仲間は命にいた。ならどうする。泳がせて情報を探る。それが終わったら頭を打ち抜いてやる。それは終わってから決めよう。さあ、移動だ。やってないだろ。クソ、東南アジアって聞いたからてっきり。ヤブカから以上は当てようか。クローハンマーの仕事は初めて聞いた。そうだ、そうでは。まずは労働力。サキ君、本物の弾ならあんたを信じればいい。早くアメリカに戻し、こっち。まさかゾンビの仕業じゃないだろうな。お前の俺には投げまる。少佐、戦闘か。我々の危機をよく警護してくれ。敵の侵入はあまり心配してないか勘弁してくれ。お前、敵部隊による中で兵力の結束がよく分かります。
屋根伝いに行く道を探せ。結局はアマチュアだ。ナイフをお前を絶対に見つけ出すわけがない。誰かいたと思った。敵の隊長はよく知ってる。決して無茶をする。侵入し、ヘリにビーコンをつけてくれ。奴が気づかないようにな。大丈夫です。隊長、沿岸防衛設備です。艦艇利用電子機器と。了解、そこが目標になる。出発の準備はできたか。はい、できました。燃料満タン、飛ぶ準備も万端です。飛ぶというのが死にたくなるほどあちこちに跳ね飛ばされる操縦なら言っておくが、君、操縦士は組だ。今度は大丈夫です。勉強法は穏やかな晴天です。そうか、ここのところ寝てない。少し目をつぶる。こちら機関中、到着は30分後。もしワーナーのせいで墜落しなければな。弾道はついたか。分かり次第連絡。心配はしていない大佐。君と君の部下の無能さに腹を立てないよう我慢しているだけだ。もしかしるんだよ。以上。嫌いだ。まず、バックで手はない。ああ、俺がやりたかった仕事だぜ。収入は大幅アップ、まあフェアじゃないけどね。司令官がいい役職をばらまいてるのさ。まあ悪いことじゃないよな。なんだかんだ言って俺たちも海岸に配置されたし。何もない、先行こう。あと何日かすりゃ仕事も終わるって話だぜ。辛抱しろと大佐が言ってた。何のため？ロボミサイルの子守りをして夜の夜中に警察に出るためか。クソ大佐め。おい静かにしろ。もし聞かれたら先生に怒られるぞ。ああ、ここでじっとしてるより出た方がリベンジできるぜ。大体クソ野郎がここに来ると思うか。本当に来るか知りたいか。かかってくりゃいいさ。とっととかかってこい。Thank you.
一部が崩れてるから、そこからビーチへ出るんだ。ミッション完了。